こんばんは、坂本龍一です。気楽に聞いてください。こんなに長く仕事を しないでいるということも20代で仕事をしだして初めてなので、映画音楽っていうのはその顔視点でこういうことやれみたいなことをね、見せてくるわけですよ。不自由ですよね。我々日々暮らしていればこう音に囲まれているわけですけど、もしかしたら常にその持続する音、消えない音、減衰しない音に憧れなのかもしれないですね。津波をかぶったピアノがあるという話が出てきたんですよね。津波が向こうから来るの、声を上げない日本人で40年くらい、割と静かだったわけですから、その長い戦いなんだからじっくり腹を据えてやっていこうと。まあ今後本当にいつ、ね、何年生きられるか分かんないから、まあいつ行っちゃってもいいように、恥ずかしくないものをね、もう少し残したいと思ってますよ。仕事、音楽のね。